本日もボートレース大村の展望番組をお届けいたします。解説していただきますのはスポーツ報知の長谷昭則記者です。長谷さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、第7回夜の前付けを決定戦スマホマクールカップ、本日優勝戦日を迎えました。さあ、昨日準優勝戦が行われたんですけども、3つあってね、はい、まあ、最初の9レースは2手フライングが出てるっていう波乱がありましたね。そして、まあ、10レースは井口がインから2手圧勝したけど、はい、2着に大井が入ってね、5号艇の大井選手が入りまして、外からオーストからね、まくっていって通常してね、はい、そしてマンフナケンとなりました ね、うん、そうでしたね。11だけはもうね、はい、もう白井、吉田、赤岩とね、はい、SG 勝った人がね、ワンズスリーだったんでね、はい、ガチガチの300円で一番人気。そうでした。ガチガチの結果でしたね。いや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 、ただね、はい、今回は前付け王決定戦というタイトルにふさわしい方が優勝戦に乗ってきてくれた、はい、おかげと言ったらなんですけど、もうね、新入からドキドキワクワクするようなメンバーとなりましたね。最終レースもちょっと新入から注目となりそうですね。はい、はい、それではまずは優勝戦に駒を進めてきた6選手をご覧いただきましょう。さて、ご覧の6選手で優勝戦が争われます。はい、あのね、はい、気力強化でいうとね、懲罰はいませんね、うん、そうなんですよね。ね、比較的ね、いつもはね、9点とかね、10点とかいう人が、今回一番いい人で7点、うん、しかも外枠、渡辺もね、はい、ペラ叩いてね、まあ、全体的にいいし、大井、うん、はね、昨日はちょっと準優とか、ね、昨日はね、気温下がってね、はい、合ってなかったり、合った時は回り足がいいと言っててね、はい、いやいや、この辺のね、外枠の人がモーターとしては上なのかな。なるほど。そして白井と井口はね、悪くはないんです、はい、と言ってもね、コメントはね、あんまり良くない。うん、ただ彼らはね、はい、求めてるレベルが多分違うんですよね。そうですね。周りからはいいと言っても、いや、こんなもんじゃないぞと、はい、まあ、でもまあ、毒がいいとかはないけど、まあ、特徴はないけど、悪くはないと言ってますんでね、はい、まあ、両者が6点。そして、まあ、鈴木と吉田、あんまりね、吉田はね、これ悪いモーターの方なんでね、はい、特にどこがいいっていう感じではないんでね、まあ、こういった感じで、まあ、3段階に分けてみました。はい、まあ、いいのが外枠の2点、はい、そして1番2番が6点、そしてセンター勢が5点という評価ですね、まあ、中堅ぐらいですね、中堅ぐらいという評価を上げていただきました。はい、さあ、それでは早速展開予想の方を見たいと思います。はい、続いてのフリップをご覧いただきましょう。さて、第12レース見どころを教えてください。深いんでも白井は余裕、シャークシャク、シャークシャク、ホワイトシャークなんで、ちょっと余裕、ね、シャークシャクとかけてみました。はい、いね、私の仕事はこれで終わりです。終わりですか。いや、もうこの何か面白いことを言って、でもまだね、うん、シーバさんから座布団はもらえないようなんでね、はい、そうなんですよ。まだまだ当てないとあげませんよ。なぜ深いんかというと、はい、鈴木選手がいるからですね。そうですね、まあ、本人は3号艇でもできればまあ2コースまでに入りたいなと、はい、うん、そして井口はね、なんか鈴木さんがいるんでね、はい、2コースか3コースでしょうねと言ってましたね。やはり来るのは分かってますね、はい、まあ、でも白井も1号艇はね、はい、やはりこのグランプリレーサーっていうのは、こう白井と井口はね、うん、はい、もう走りっぷりが違いますしね、うん、インを簡単に譲るわけがないんですよね。そうですね。ですので、まあ白井は、まあ、インは主張してもまあ楽なインにならない、はい、でもやはり彼らはね、SG のもすごいところでね、戦ってる選手でね、不快なんていうのもしょっちゅうあるんですよね。そうですよね。それをね、克服して、はい、戦ってるだけし、またここも大村ですからね、うん、大村の印をね、深くなってもスタート行けばいい。で、白井はね、行き足がいいんでね、はい、この辺を行けると思います。はい、ただね、この井口の2号艇っていうのが面白いところですね。そうですね。井口の2号艇でいろんな思いがあるけど、去年のね、はい、よく見ますよね、SG クラシックではね、白井の1号艇で井口が2号艇で2コースまくりで勝ったりね、はい、今年のね、ね、ガマゴール周年では ね、はい、ね、井口がピョーンでイン取ったりとかね、はい、で井口もまあ昨日の順位の後はね、プロペラ調整してもっとちょっといいところを探していきますと言ってるんで、はい、ひょっとすればピット離れピョーンで出る可能性もあったりしてね、そしたらね、進入がね、まあ、1、2、3、4、5、6とね、1、3、2、4、5、6もあるけど、もしかしたら2がボン出ちゃった場合はっていうのもと言っても、まあ、大村はね、ピット離れからね、離れるのがね、短いからね、はい、そこまでできらないのかなと思って、もう白井をインしました。あ、
なるほど、はい、いずれにしてもね、もう井口がもう2コースでも3コースでも、まあ白井を通走する相手だろうなと、怖い相手ですね。すんなりまあ 1-2 だろうと、はい、そして吉田拓郎はもう角からの自在戦というかスピード持ってビューンってまくっていくんでね、はい、解明は 1-2 よ、もうこれ1点だけででね、収まればね男らしいんですけどね、狙い目も一応っていうか抑えも出してますよ。抑えもちゃんと出してますね。やはりここはでもね、はい、正直なところも124か142じゃないのかなと思ってるんですよ。はい、やはりでここで本当は裏目の214まで、いやそんなもう白井の本命って言ってるんでね、はい、うん、もうそうしましょう。で、ますんでまあしやもう124か142、それに白井と井口の、はい、とこに吉田拓郎が外れた時のね5と6を加えてね、うん、少しちょっとまあ、はい、モーターのに2人を加えてっていうんですけど、はい、本音は 1-2-4 です。はい、もう解明1点だけの 1-2-4 を大本命ということですね。だって昨日の順位もね、はい、1-2-3 でね300円だったんですよ。そうなんですよね。もうここでね僕がもうね久々見ました、あんなに安い配当でしょう、はい、でもあれやっぱりね実力がすごいな。はい、今白井と井口は3月の周年もね走るんでね、そうですよね、楽しみ2人はね、いやいや強いですね。はい、やっぱりあのねSG カッパじゃなくてグランプリカッパっていうのはすごいなと思いました。そうなんですよ、今節はピットでなんかこう人一倍オーラと言いますか、ね、そういうのを感じますね。やっぱりね白井と井口の中でレースを見ててね、前の選手やっぱすごいなっていう声も上がってるぐらいですからね、はい、最後も両者の一騎打ちにまあ吉田が加わる、こう3人の争いになるのかなと思って、はい、今日はこれぐらいにしてください。はい、よろしいですかね。はい、わかりました、ありがとうございます。さあということで第12レース、展開予想いただきましたので皆様もぜひ参考にされてください。本日も、解説いただきましたのはスポーツ報知の長谷明憲記者でした。長谷さん、ありがとうございました。